漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さあやってまいりました激裏ウィーク。最果ての決戦時マリニューアルバージョン第19回目が、開催でございます。では今回も報酬全回収目指して、攻略してまいりましょう。まずは今回のお題の確認をば。今回のお題は上から残雷の、井戸、術の井戸、残霊の井戸となっております。まずは一番上の残雷の、井戸、こちらで出現する敵は、基本的には残属性が弱点の敵ばかりですが、ラウンド1に登場するダーシーペアが、雷のみ弱点の残耐性霊となっております。ラウンド1は横1列、ラウンド3は縦1列となっておりますので、ラウンドに応じて範囲攻撃や、全体攻撃を使って攻略していく、感じですな。続きまして真ん中の術の、井戸、こちらで出現する敵は、全ラウンド通して熱霊雷要因弱点の、敵ばかり、そしてなぜか全員打耐性が、霊となっております。ラウンド1は全体攻撃、ラウンド2は単体攻撃、ラウンド3は横一列攻撃を、使って攻略していく感じですな。最後に一番下の残霊の、井戸、こちらで出現する敵は、ラウンド1はアデプトが残霊弱点、野党は残弱点の霊耐性霊、ラウンド2は残弱点の霊耐性霊、ラウンド3は残霊弱点となっております。霊で弱点が取れるのは、アデプトと水流のみなので、基本残弱点攻撃で攻略していく感じですな。ラウンド1とラウンド2の敵は全員人間なので、人間特攻の錬成装備を使って攻略していくのもありです。とまあ今回のお題の特徴は、こんな感じですかね。ではでは今回の攻略パーティーのご紹介。まずは一番上の残雷の井戸の攻略パーティー。陣形はアマゾンストライク界。配置はこんな感じです。一番に派には、ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは、84% となっております。ラウンド3の単体火力として、採用しております。2番にラファエル。ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは、87% となっております。ラウンド1の横一列火力。ラウンド3の単体火力として、採用しております。3番にアントニウスお兄様。ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは、86% となっております。打棒烈風剣プラスを継承。ラウンド3の全体火力として、採用しております。4番に竜姉様。ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは、86% となっております。アースライザープラスを継承。ラウンド2の全体火力として、採用しております。5番にミルフィー。ステータスと装備はこんな感じです。錬成装備のアビリティは、87% となっております。サンダークラッププラスを継承。ラウンド2の全体火力として、採用しております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞラウンド1はラファエルの剣戦プラスで、ワンパン。ラウンド2は竜姉様の、アースライザープラス。ミルフィーのサンダークラッププラスで、2手突破。ラウンド3はアントニウスお兄様の打棒烈風剣プラス、ハニワの焼き七死闘、ラファエルの強心剣で、削り切って終了です。ちなみに DJ ハニワに焼き七死闘継承なら7回ヒットで、削り切れました。てな感じで6手で終了。満点ゲットでございます。続きまして真ん中の術の、井戸の攻略パーティーの、ご紹介。陣形はマギアファイト、配置はこんな感じです。1番にガラハゲ、ステータスと装備はこんな感じです。
武器成績はアイス体験の、達人の成績をつけております。霜走りを継承。ラウンド1とラウンド3の、全体火力。ラウンド2の単体火力として、採用しております。3番にリッチ。バフ要因として採用しております。4番に最終皇帝男。同じくバフ要因として採用しております。5番にステスロス。ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは、87% となっております。ラウンド3の全体火力として、採用しております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞラウンド1はハゲしいながらハゲさんの、アイスの山風×2でにて突破。ラウンド2はガラハゲさんのアイスクランシュからのおかわりで、にて突破。ラウンド3はステスロスのメビウス砲。ガラハゲさんの霜走りで終了です。残念ながらアイスの山風とおかわりでは火力不足でした。てな感じで6手で終了。満点ゲットでございます。最後は一番下の残霊の、井戸の攻略パーティーの、ご紹介。陣形はアニマストリーム。配置はこんな感じです。一番に合うナスジジイ。ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは、80% となっております。バーンサイズを継承。ラウンド1の全体火力、ラウンド2の縦一列火力として、採用しております。3番にポルナレフ。ステータスと装備はこんな感じです。武器成績は杖の達人の成績をつけております。ラウンド3の単体火力として、採用しております。4番2乗。ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは、86% となっております。スペクタクルゲートを継承。ラウンド3の単体火力として、採用しております。5番にクリジュテイ。ステータスと装備はこんな感じです。武器成績は体験の達人の成績をつけております。ラウンド1の全体火力として、採用しております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞラウンド1はクリジュテイの聖樹月下。ジジイの劣化残でにて突破。ラウンド2はジジイのバーンサイズからの、エアスラプラスでワンパン。ラウンド3はジョーのオーディスペクタクルゲート。ジジイのバーンサイズからのエアスラプラス。最後にポルポル君が削り切って、終了です。てな感じで6手で終了。満点ゲットでございます。以上、最果ての決戦島第19回、私の満点攻略編成の、ご紹介でございました。過去の攻略動画のリンクも、概要欄にございますので、よろしければそちらも合わせて、ご覧くださいませ。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。